12月10日の国際人権デーにアメリカ人のグループがワシントン DC で集会を開きアメリカ政府に中国共産党・中共を国際犯罪組織に指定するよう求めました近年アメリカは国際犯罪組織を非常に深刻に受け止めています テロ行為麻薬密輸人身売買武器取引知的財産窃盗などがその対象となっています国防会議の公式サイトによると現在あらゆる階層から数万人の人々が中共を国際犯罪組織に指定するようアメリカ政府に求めています12月10日の朝ワシントン DC で集会が開催されました数多くの人権団体と選挙を盗むのをやめろの首相者がこのイベントで話し 人権を踏みにじることや欧米への潜入について中共を非難しホワイトハウスが中共に対して行動を起こすよう促しました微生物学博士でありアメリカに拠点を置く現在の危険中国委員会のメンバーでもあるショーン・リン博士は強制臓器がありパンデミックの隠蔽アメリカ大統領選挙への介入などの中共の犯罪を暴露しました彼は中共が中国の人々に危害を加えるだけで でなく、アメリカに脅威を与えていることをみんなに知らせたいと考えています。世界人権デーはただの一日であってはならない。中共がすでに行った犯罪を考えると、中国国内では多くの人が死んでいる。誰もが一歩前に出て、それが何なのかを訴えるべきだ。それは国際犯罪組織だ。アメリカだけでなく世界全体が中共を国際犯罪組織に指定するために声を上げる必要がある。 現在の危険中国に関するアメリカ委員会のフランク・ガフニー副委員長は中共が一帯一路を通じて世界に影響を与え関係国の主権を危険にさらし欧米の政治と経済に潜入するためにあらゆる手を尽くしていると指摘しましたアメリカでさえも危険にさらされています人権運動家は12月10日にマイク・ポンペオアメリカ国務長官と会談しました ガフニー氏はポンペオ氏に個人的にアメリカ政府が中共を国際犯罪組織と名付けるべきだと提案しました共和党のスコット・ペリーアメリカ下院議員は今年初め中共を国際犯罪組織として認定するよう求める法案を提出し中共の犯罪責任を問うためにリコ法アメリカ組織犯罪規制法を適用するよう求めました中国の専門家であり欧州のシドニー工科大学の准教授でもあるフー スーギー氏は、中共を犯罪組織として認定するよう呼びかけたことは、欧米社会の中共に対する理解に大きな進展をもたらすと考えています。今欧米の民主主義国が目覚めている それは非常に重要なイデオロギーの進歩だ本質的には中共と中国人を区別することだ中国人と仲良くして交流し中国人の利益を大切にし人権を守ることを選ぶならば中共に「ノーと言わざるを得ないだろう中国社会民主党の委員長と中国反政治迫害同盟の会長を兼任している劉ンゼ前ン氏はアメリカ政府と議会が具体的な行動を起こせば中国共産党の 先制政治に抵抗する中国人に希望を与えることができると考えています。劉氏は、もしトランプ大統領が再選され、中共を取り締まる政策を続ければ、世界は中共をより明確に見通すことができるようになり、結果として中国共産党が崩壊する可能性さえあると考えています。そのため、今回のアメリカの選挙は、人類の運命を左右する正義と悪の決定的な戦いとなっています。